こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロの名作と呼ばれているファーリーフリースジャケット、こちらについて皆さんにレビューと、あとは実際の着こなしについて解説をしてみたいなというふうに思っています。先日ですね、ユニクロライブステーションに出演させていただいたんですが、その際にですね、僕が解説したのが、まさにですね、このファーリーフリースジャケットだったんですね。僕はですね、正直このアイテムというのはあまりですね、着たことがなかったんですね。というのも、使い勝手は良さそうなんだけども、あまりですね、外着として着ることがないかなと思っていまして、今まではですね、自分で着たいだとか解説をすることがなかったんですが、まあ先日ですね、ライブステーションでこの商品を紹介することになったので、まずはですね、僕自身が実際に買って着てみないとですね、なかなかリアルなレビューができないなということで、実際に買ってみたのがこちらのフリースなんですね。まあ早速皆さんにお見せしたいなと思うんですが、こちらのアイテムですね、もうなんかね、見るからに肌触りが良さそうで、気持ちが良さそうなのがですね、伝わってくるかなと思うんですね。まあ、ユニクロのフリースって結構様々なバリエーションがあるんですが、その中でもこちらのフリースというのは毛足がだいぶ長いんですね。ですのでカジュアル感も他のフリースに比べるとやや高いので、まあ、正直ちょっと使うのが難しいかなと思ったんですが、それは僕のですね、先入観であって、実際に着てみると様々な着回しもできますし、あとはですね、これからもご紹介しますが、もう部屋着としてはですね、これが最強だということで、最近はですね、毎日こればかり着てるんですね。まあ、それぐらい気持ちのいいフリースなので、ぜひ皆さんにも手に取っていただきたいなというふうに思ってます。ちなみにこのフリースなんですが、価格がですね、1990円なんですね。僕結構驚きましたね。まあ、ユニクロなのでそんなに5000円とかはしないと思ってたんですが、まあ、せめて3000円ぐらいするのかなと思ってたんですけども、これ2000円を切る価格で買えるので、もう部屋着としては間違いなく活躍するかなと思いますし、それだけではなくて、まあ、結構ですね、ワンマイルウェアとしても活躍できるので、そのあたりのコーディネートも含めてしっかりと解説したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。まあ、着てみるとですね、めちゃくちゃこれ軽いんですね。着てる感覚がないぐらいですね、ふわふわで軽いんですね。しかも手触りがすごくいいので、僕はこちらのフリースをですね、部屋着からワンマイルウェアとして使ってるわけなんですけども、まあ、ユニクロのフリースってたくさんの選択肢がありまして、例えばですね、僕が持ってるものは他にはですね、ユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションのフリース、これも持ってるんですね。実は3枚持っていまして、かぶりのタイプのですね、プルオーバーのフリースが2着と、あとはジップのアウター感覚で着れるものですね。まあ、その3着を持ってるわけなんですが、まあそれぞれで使い方がちょっと異なってるんですね。僕が今着てるですね、ちょっと毛足の長いフリースに関しては、僕はですね、もう日常的に部屋着で着ることが圧倒的に多いんですね。というのも、やっぱり部屋着として着る際には、フルジップになっていた方が着脱がしやすいんですね。かぶりのタイプもいいんですけども、どうしてもですね、こう頭からかぶるという動作自体が、ちょっと僕は面倒なところがあるので、こういったフルジップの方が、やっぱりですね、楽なんですね。そして肌触りも断然これが気持ちいいので、今はですね、重ね着をしていますが、T シャツの上にこのフリースを着てもですね、肌触りが心地がいいんですね。ですので、これは部屋着としてはもう最高で、これ以上のものはないかなというふうに思ってるんですね。ですので、これをですね、僕はもう日常的に最近は着ているわけなんですが、まあ、カラー展開もめちゃくちゃ豊富なので、皆さんにとって気に入っていただける色もですね、必ず見つかるかなと思うんですが、個人的に一番推したいのは、僕が今着ているこのダークグレーですね。この色味がですね、やっぱり雰囲気がすごくいいんですね。まあ、ブラックだとかネイビー、このあたりが鉄板で定番かなと思うんですが、このダークグレーも同じようにですね、合わせもしやすいですし、なおかつこのダークグレーの都会的なシャープの感じが非常にですね、バランスがいいので、個人的にはこれが一番いいかなというふうに思ってます。もちろん部屋着として着るのであれば、何色でもですね、そんなに人に見られるわけではないので、全然構いませんが、
ワンマイルウェアとしてちょっと外に出るときなんかには多少ですねおしゃれにも気を使いたいかなと思うので、その時にこのようなダークグレーだとすごくですねバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、普段はですね T シャツの上にさらりと着ることが多いんですが、外に出る時のワンマイルウェアとして使いたい時にはですね、今の着こなしのようにちょっと重ね着を意識するようにしています。まあ、外に出るとそれなりに寒いので、まず一番下にはですねユニクロ U のモックネックのロンティですね、これを着てあげてある程度首元を暖かくするんですね。それだけでも体感温度はだいぶ変わってきます。そしてその上にですね、これは同じくですねユニクロのミラノリブのニットですね、これもですねグレー系の色合いなんですが、このファーリーフリースのグレーとはまた色合いの雰囲気が違うので、重ね着をすることで微妙にですねグラデーションを作ってあげるとすごくバランスがいいかなというふうに思ってます。まあ、ボトムスに関してはもう基本的にブラック系であればそこまで問わないんですが、細身のブラックデニムでもいいかなと思いますし、あとは僕が履いているようなレギュラーフィットテーパードパンツとかで気軽に履いてみるのもいいかなと思うので、ボトムスに関してはなるべくシンプルなブラック系でまとめるとすごくバランスがいいかなというふうに思ってます。このフリース自体がめちゃくちゃスタイリッシュでかっこいいというアイテムではないんですね。あくまで部屋着として使えてワンマイルウェアとしてもですね活用できるという点で、様々な使い勝手が想定できるかなと思ってます。今はですねこれアウター的に着ているんですが、ちなみにですねこれをですねインナーに着ながらこの上に重ねるというスタイルも良かったりするので、ちょっとこの後着替えてみたいと思います。はい、ということで先ほどの着こなしの上にですね今度はダウン型のですねカーディガンを羽織ってみました。これは以前動画でも解説をしましたノースフェイスパープルレーベルとユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングのコラボレーションのアイテムなんですが、これをですね気軽に羽織るともう十分すぎるぐらいあったかいので、ワンマイルウェアとしてはかなり最強に近いかなと思ってます。もちろん一番寒い2月ぐらいだとさすがにちょっと肌寒いかもしれないですが、これぐらいの感じであれば普通に1月ぐらいまでは全然着てしまえるかなというふうに思ってます。まあ、最近はですねこのような着丈が短くてこのようにですね V ネックになっているようなカーディガンタイプのダウンだとかキルティングジャケット結構増えてるんですが、そういったものって襟元がですねスッキリしているので、その内側にこういったスタンドカラーのですねフリースを入れてあげると意外とバランスがいいんですね。まあ、首元も実際に暖かいですし、こういったフリースを1枚重ねることでちょっとこうアウトドアっぽいようなスポーティーな着こなしが実現できるので、このような着こなしもぜひ皆さんには試していただきたいなと思ってます。内側にですね1枚フリースがあるだけで体感温度としては全く変わってきますね。結構ですねこのフリースのモコモコ感が肌に直接触れることでかなり暖かく感じるんですね。ですので相当な寒がりじゃない限りは結構長い時期ですねこのスタイルでも楽しめるかなと思うので、ぜひですね皆さんもこのようなライトなですねダウンとファーリーフリースを合わせてみていただければなというふうに思ってます。ちなみに先ほどお伝えし忘れたんですが、このフリースのサイズ感なんですけども、個人的にはですね164センチ53キロと小柄なので S サイズがジャストサイズなんですが、ジャストサイズを選ぶよりもちょっと重ね着をする可能性もあるので、あえてワンサイズ上を選んだ方がいろいろと着込めるかなと思うんですね。僕の場合今はですね一番下にモックネックの T シャツ着て、その上にですねニットを着て、重ね着をしているわけなんですが、そういった場合もワンサイズ上げておくと結構安心だったりするので、サイズ感はジャストよりも少し緩めに着てあげた方が、このフリース自体をですねアウターにした時にもタイトよりは少しゆったりめの方が今っぽいので、サイズ選びもですねぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。ちなみにもう一パターンですねコーディネートを紹介したいなと思ってるんですが、今度は内側フリース入れた上にですねコートを着てるんですが、結構ですね綺麗めのロング丈のコートと合わせていただいても意外とバランスが良かったので、こういった着こなしも想定できるかなと思ってます。僕が今着てるのは同じくユニクロのシングルブレストコートのですねグレー系のものですね。これもですね内側に入れてあげるとグラデーション効果で結構バランスが良かったので、綺麗めなコートとちょっとカジュアルなフリースというところで綺麗めとカジュアルのバランスを取りながらちょっと遊びを聞かせてあげるのもいいかなと思うので、結構1枚フリースあると意外と使えるなという印象がありましたので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロの名作であるファーリーフリースジャケットについて実際に着こなしも含めて皆さんにご紹介させていただきました。
正直ですね、単品で見た時には僕自身はそんなに好みのアイテムではないんですね。ですのでこれまではちょっと避けていたところがあったんですが、そういったものも実際に触れてみて着てみることで、まあ本当にですね、着心地が良くて使い勝手が抜群にいいんですね。そしてそのアイテムをどう活用しようかと考えていると、結構ですね、様々な着こなしが想定できたので、まあこの一着あれば結構ですね、様々な使い方ができるかなと思ってます。まあお家の中でも活躍しますし、ワンマイルウェアとしても活躍して、なおかつですね、もう値段が2000円を切るということで、まあ多くの男性にとってはマストになるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、店頭に行って、まずはですね、この肌触りですね、恐ろしく気持ちいい肌触りから確認をしていただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすくですね、解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。